休みじゃなくて仕事明けです。あ、レティさんありがとうございます。コミゲンですけどね 猫かぶったわけじゃないの。まあね、やっぱメドレーだから他の人に被害が及ばないようにひたすら敬語は草でしたって。いや、いつも俺あんな感じでしょ。ありがとうございます。頑張ります。風邪ひかないように。やばいよ。死ねは言わないよ。当たり前でしょ。イベントことだからね。殺すも倒すっつったからな。わざわざ言い換えたわ。こいつ倒さねえとな。ただ言い換えまでしたんだぞ。一回言っちゃったけどね。はい、や、さすがチャイニーズ。これ通すのもきついな。2年とこの速射決まんねえと、ちょっととてもじゃないが。自己ベよりね、45秒遅かったかな。まあでも、下ってた割にはそこそこ良かったっすね。おはようございます。洋館はミスなかったからね、珍しいことに。この最初の初回洋館ね。そうだね、インビジは覚えてないと無理かな。レバガチャこらえてやるのむずいわ。ディフェンスアイテム使いたくなるからな、どうしても。てかね、レバガチャの時癖でね、L1 押しちゃうんだよね。草しとくって。いや、これもレギュレーションにあるんだよ。なんでこんなのあるんだろう。どうしただけで記録取れそうだわ。さすがにないか、それは。いや、この位置が押しやすいんだよ。でもなんかあった時に逆に押しにくいところだと間に合わないからな。どういうこと？あ、じゃあ、ハリマさんでしたか。と回復したいね。いやいや、猫かぶってはないよ。心配したんだよ。うるさくないかなって。いや、ランダムインビジはちょっときついかな。あ、そうっすね。今始まったばっかりですよ。これきついな。うわ、反応しないやつじゃん。そのまま行きます。いけるパターンだったわ。いや、違う、猫かぶりはしてないよ、そんな。俺のカチカチが一番うるさかった。やったぜ。いやー、くそ、こらえてレバガチすんのつらいわ。ここもう運だな。音で判断したいけど、真ん中にいられたらちょっとかわせないかな。カチカチは口で言うものって。やっぱつれえわって。だから結構回復拾うんだよね、このレギュは。ナイス、悪くないんじゃない。危ね、
ちょちょちょ、だーもう画面分かりにくいな本当に。ロス、チャイマ、チャイマじゃないよ、中国テキストが一番早いんだよ。今まで日本語が一番早かったんだけどね。あ、富士山ありがとうございます。綺麗な、失わない限りは最後までやります。最後までクリムゾンまではやります。しっかり失ったらリセします。ちょっと今ね、慣れさせないとね。うわーやばい、あー惜しそうになった、危なかった。よし、右の鏡をしっかり見てね。回復使わざるを得ないな、このレギュは見えないから。あそこのハゲはだいたいこっち来てんだよね。壁沿い走ってることはそうないからな。基本的には回避行動を取ります。世界記録のやつ見たって、何が？おい、ふざけんなこいつ。インビジブル、そうですね、そろそろ手つけようかな。ああ、これ参考にしたかってことか。あ、違う、あ、違う、インビジュアルティやりますよ。このインビジさえ取れば。うわあ、そっちか、それはきつい。あ、そっか、ここにないのか。ちょっとコメント、ん、あ、ごめん、ミラーやコメントこのラグがあった。ああ、あったね。おそす、どうもどうも。やってるね。世界1位と世界2位がやってる。十分でしょ、そのメンバーであれば。他がやってなくても。1、ワン、ツーがやってたらもう、やる価値があるよ。誰もやってねえ、よしやれっていう感じじゃないか。穏やかじゃねえって。うわっ、これちょっと待って、やばいんじゃない。うわー、やばい。ゴリラでインビジ走ります。俺しんどいな。ダメなパターンだったね。いつもいるんだけどな。フェイントかけた方がいいか、やっぱり。もうフェイントかけないでそのまま行ったような気がするんだよな。見当違いなとこでフェイントかけてても仕方ないしな。ここほんとわかんない。こうなるからね。だから今多分ここら辺、今俺が今立ってるところら辺にいたんだろうね。そのまま行けばよかったな。つってもわかんねえよな、いつもあそこら辺にいるんだけどね。っていう手探りを一生やらんといけんからな、このレギュやばいわ。いや別にどっちでもいいですよ、任せます。公式ホモ放送ってなんだよ。うわー、なんだこいつ、プラゾンじゃねえか。
すら回復費どっちだろう、右にいる気がする。ここは音でわかるんだよな、あとはわからん。いや動画作るのめっちゃ時間かかるね。動画作ろうとしたら多分配信しなくなると思う俺動画編集中に配信5、6回ぐらいできる自信あるわってぐらい動画編集時間かかるんだよね。そうできるかな、もしかしたら。よし、ナイス。マネージャーなんていないよ。ケイヤさん、ありがとうございます。あー、そっか、もうダメだな、ダメダメだ。アイテム位置もめっちゃめちゃになってる。いやー結構かかりますね。作ってみて分かったけどめちゃめちゃ時間かかる。あれはこれ度ありでやったら頭おかしくなりそうだな。よし、ここの回避はできてる。オッケーオッケー1分。まあハードモードだしな。作って遊ぼう、懐かしい。ワクワク戦ランダムのインビジ絶対やりたくない。ここで楽しんで、ここで自分で導入して楽しんでくれ。これ絶対やって楽しめないもん。できるのが楽しいから、自分もインビジになる裏技って。いやーそれじゃ面白くないでしょって。延長は自動でやれます。いじるはシリにできるんだ。へえ。いじるをシンディにする方法はあるよ、モッドで。ライフ殲滅はどうだろう、無理かな。練習しないと無理かな。うわー出ちゃったよ。もうなんでそこ出んのかな、出てこられちゃうときついな。ラマダンって何？ビエッシュ初期のグラディスモッド、それいる？せっかくだから綺麗なグラがいいな。あそこインビジブルエネミーじゃないから扉をあれか直さないとってか壊れちゃうのか。まあ関係ないけどね。とりあえずここまで来れたわ。コリスにした方がいい。マジ。
なんで1個少ないんだ。あ、そっか、そういうことか。これ混乱するな。そこで回復使ったからね。で、右下か。あ、右か。いや、プラスつくつく。だって普段取らないダガーナイフ全部取ってるからね。このラップは通常のノーマルのクリス 100% だから、どうしてもプラスついちゃいますね。これで2回食わせないといけないのか。いやー、とりあえず様子見プレイって感じですね。あとセーブデータが欲しい。よし、まず1個目倒れちゃうんだよな。あ、起き上がれ。ナイス。意外と早かったな。想像してたより早かった。倒れなかったらもっと良かったんだけどな。もうこれで安定かな。とりあえず財布とハンドガンをね、預けちゃったんですよね。インビジブルって攻撃結構もらっちゃうから、あ、今日は表示してないですね。表示した方がよかったかな。回復を取ったんですよね、箱の中の。私はしないっすね。一周通したら記録出るかな。さすがに無理かな。いらっしゃい。あれ、ちなみにインビジブルエネミーモードのドアスキップ、俺今 100% の 100% 走ろうとしてるんだけど、何分ぐらいですかクリアタイム。見るの忘れちゃったよ。1時間1分とか2分ぐらいかな。はい、いらっしゃい。ゴリ押しプレイだな。こうなると回避もできないから。イオリとクリスさん、ありがとうございます。怖っ。これやだな。リサ戦、リサ戦が一番やだかもしれない。どこにいるかわからないから、ウェスカーが撃ってくんねえとわかんないよな、場所。マジクソゲーじゃん。サメ泳いでないですよ。コミさんから言ってます。すいませんね、ちょ、練習なんで海限にしてます。スイーって消えますね。これ死体さん走ったとか頭おかしくなるで。ほんとすげえな。多分ジルの方が難しいんだよね、クリスより。ついでにこれも取っとくか。これも取っとこう。一応あの取れるディフェンスアイテムは全部取る予定です。マジって思うかもしれんけど、回復拾って回復するよりはそっちの方が全然早いんで、ね。
ざわざでも拾いに行くってことはしないですね。道中にあるやつをまあ取ろうかなっていう。キメラどうしよっかな。あそこのキメラは倒さないとダメだよな。さすがにしゃがまれたらもう分かんねえしな。逆に足音で分かるか。天井に飛び移った時の音も分かるしな。まあそこは倒さずにやってみるか、試しに。前歩きしてきたら前攻撃だしね。でもハードモードだから2秒なんだよな。2秒間はきついか、さすがに。ここの雲も最悪だよな、見えねえし。あやべる可能性あるね。ちょっと一応これ練習なんでセーブデータ作らせてください、途中で何回か。研究所のデータは欲しいな、さすがに。研究所単体で練習したいわ。いや、じゃないと世界取れないから。別にこれガチ記録じゃないから、もうすでにダメージ受けてるし。部分練習しないとどうしてもね、難しいというか、なんというか。行くね、早い。現れて消えてって忙しいわ。多分ね、あの寄宿舎は正直大丈夫だと思う。問題なのは、まあ、最初の洋館と2回目の洋館だね。あと研究所か。いらっしゃい。どうもどうも。いや、甘えないとね。これ本番じゃないよ、あのデータ作りね。いらっしゃい。一応ルートは、ルートとかチャートはできたんで。サボってないよ、仕事からむしろ帰ってきたね。ふぅ、これが仕事？これは仕事じゃないっすね。サメも見えないからフェイントもかけられないしな。いる場所はでもなんとなくわかるのか。いやー、回復取ってもよかったな、これだったら。これが仕事だと思ってましたって。ジブエネミーモードはアイテムがつながってるからね、アイテムボックスが。それでなんとか。うまい具合にやりたいですけどね。そう、シリンダーで頑張りそう。Reaching 30% of pressure threshold。2番か。あー、間違えた。何やってんだ。Reaching 50% of pressure threshold。 表示が早すぎる。 Activate the drainage system immediately。 やばい、連打が逆効果になるとは。
後にしたらタイム遅いから。よし、まあ慣れるでしょ、やってりゃ。はーい、それで拾っちゃうのか。遅らせたはずなんだけどね、今。押しっぱじゃない、ダメか。あ、サメが 見えないからちょっとやりづらいな。おー、なんか何もないと違和感があるな。背景がよく見えるな。ん？ところどころって？お、やってんじゃんってやってます。どうも。いや違う違う、おならしてないよクリス。邪魔邪魔邪魔、オッケーオッケーオッケー。ハモ使い、ハンドガンとか使ったりしてんのかな。さすがに使ってないよな。好きあらば防衛。そうですね、もう全部の敵が透明ですね。おっ、うおー、すげえ。ちょっとびっくりしちゃった。まさか。早いな、いいね。こっからか。まあここもいつも通りやるだけか。敵の姿見えないし、つぼみは見えるんだ。銃乱射事件かーって。オッケーオッケー、弾の数もオッケー。ここ、こんな感じできるといいな。よし、犬見えないからもう突っ込むしかねえじゃん。待たずに。そ
これやばいよ。犬んとこやべえな。どうしようかな。下の犬はもう突っ込むしかねえな。待てねえよ。もう回復しこたま持ってやるしかねえな。あー、ダガーナイフ拾っとけばよかったかな。まあ、いっか。いや、まだ決まってないっすね。一周目こっちってどんな感じになるかっていうとこで。ナイス。おいおいおい、なんだなんだ。うわー、ゴミ。あ、ゴミ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 。ほんとゴミ。いや、まだ裏でやってない。てか、裏っていうか、ここでしかやってない。インビジブルの、てか、ハードモードなのかな？インビジブルかリアサバなのか、ハードモードなのかわかんないけど。多分、ハードモードだと、ハンターの立ち位置が違うから、上のハンターが動かないんですよね。下のハンターだけなんですよ、動くの。いや、多分それより早いタイムは無理。見えない状態で 100% と同じ動きはできないな。しかもハードモードだから余計に無理。あれ？ない。マジ？なぜない？あれ、動画だとあった気がするんだけどな。あ、ハードってなかったっけ？うわ、きっついな。右から行こう。いやー、あともうちょいだったか。さすがに無理だな。回避するより榴弾で突破した方がいい気がしてきたな。どっち？オッケー。ラゾンか。まっすぐはね、まっすぐは難しいですね。あそこでまっすぐ走るの無理か。じゃあ行こうぞ。一人ずつ解放してもらえるって。すごいルールなんだよな。回復してーな、これ。回復できないな。
まあ、これで回復できればいいけど、もう交換しちゃったからダメだね。おい、これなんだろう、まだ光ってるやつ。このダガーナイフは拾いたいな。あとダガーで何とかしていくしかないか。窓割れるね。いやー、なんとか今のところはきついな。怖っ、はあ、プランター行くわけにもいかんしな。これ 100% ですね。そうですね、エモートジローを忘れないようにしないと。よし、ここなんだよな、なんだよ。オッケーオッケー、そっち行ってたか。書いてない書いてない。いやー、でもこれほんとインビジブルってリアサパとかも含めてずっと全部やってないとクリアできないよな、その RTA やる上で。どうもどうも、いらっしゃい。しんどいわ、マジで。いや、どこだろう、考え中っすね、今。くそ、しゃあない、運が悪かったな。クラッシュの練習は放送じゃやらない。マルレンタか。敵が見えないだけなんだけどね、難しいね、それが。敵の位置が分かんないと回避行動が取りにくいんですよね、どうしても。マジでだるいよね。安定して走れるようになったらかな、とりあえず。まあ安定もクソもないんだけどね。あ、てかこれやってなかったわ。てか今やる必要もなかったか。
1個ないんだったら。インビジの目隠しとか絶対やんないんだよ。ここは別に今やらなくてもいいことが分かった。後回しだな。1分、何があった、ここで。まあ、これ多分バグだな。ああ、そういうことか。先にエンブレムってか後回しにしちゃったから前後でずれておかしくなったのか。いや、インビジ目隠しは知らないですよ。安定するわけないんで。いやー、きつい。十字スティックじゃない、十字キーね。これも見えなくなるんでしょう、だるい。このモード疲れるね正直。まあ、今の突進してくれたからね。突進が来なかったらちょっとだるかったね。フィンが押すってマジ。回りたくねえ、意地でも回りたくねえ。回らなくなったの、本当ありがたい。ランダマじゃないけど、いらっしゃい。きついな、ほんと。研究所で多分おかしくなるな。あー、やらかした。ごめん。これほんとダメだな。一回、バスボタンじゃないかな、なんか。早いな。練習だな、ここも。見落ちじゃダメか。最近
やいや、あれがいつもの俺よ。いらっしゃい、どんどん。いつも通りの俺が見せれて満足です。いや、あれはね、もう早く解放されたかったあの状態から正直あんだけ見られてんのはちょっとね、なかなか精神上よくないよね。やっぱり緊張するというか、緊張ちょっと辛かったから逃れた。緊張楽しかったけどね。大丈夫かなと思って、逃れた結果助かった。危ねえ、いやマジで危なかったよあれ。普通に死んでたわ。タイランとこっち来た。いやあれノーホープだからね、マジでむずいよな。4からコンティニューあるけど、4まではコンティニューがないから結構つらかった。旧作勢ほんとつらい、ああいう大会。まあ旧視点じゃなくてね、 TPS の人もつらいけどね。死んでいいわけじゃないから別に。死んだら最初からっていう、ちょっとそれが怖いんだよね。やり直しが効かない一発勝負っていうのが怖い。けど攻めないわけにもいかないしみたいな。軽んじてないよ別に。右下か。そうだね、とにかく怖かったね。いや、させてもらえないかな。セーブデータ作っとくんですよ、あらかじめダメだった時用に。そっから、まあ、再現的な感じで走ってもらうっていうとこっすかね。最初からはないですね、間違いなく。いや怖いよ、怖いってか辛いよ実際。あそこに参加する人っていうのはそういうレベルの人たちばっかなんだよな。怖い、ほんと。なんかもう乾燥して当たり前みたいなそれは怖いよね。いやー沈黙っすね、それは。あれ沈黙してなかったら死にますね。いや、いつもみたいに何。いおー、いってらっしゃい。わかんないからもう行きます。使います。
こまでズレが残ってたな。こうこれきついね。あぶね。わかんないどこにいるか。ありがてえ。マジ。暴運でね、今の。かなり運が良かった。あそこにもいたけど、スルーできたね。セーブしないで一回完走を目指してみるか。ディフェンスアイテム持ってなくね。俺持ってる。あ、ダガーナイフ持ってるか。もう一歩これでなんとか突破するしかねえな。頼む。ジャンプしてくんだから殺す。お前撃てよ。うわー、ジャンプしねえ。ラッキー。あそこか。そこね、OK。ナイス。幸運すぎません？ちょっと。お母さんの銃がなかったら死んでた。走ってます。どうもどうも。これちょっと怪しいな。あ、いけた。ん？何が透明じゃない？何の話？ちょっと待って、勘弁して。それはいや、透明でしたよ。ムービー中は透明じゃなくなります。確かに日の目っすか。確かに。お米さんからやってます。こっからだな、問題は。あー、くっそ。いやー、まあそうなるよな。倒れた。じゃあ勘弁して。そっか、階段の曲がってきちゃうのか。つれー。うわうわー、ここで2発使っちゃうのはないわ。これはきつくなってきたな。DJ。 回復どこにあるかな。次いやー、キメラに使いたかった。ポポンっつったね、今。ポポンじゃねえよ。何2連続入力してんだよ。どうもどうも。あぶね。
マジか。これ辛いな。さすがにここ入るか。これで一応弾当たれると。まあそうなりますわな。縦振りか。いやーこれ判断難しいな。できるか判断で。こっち側にいるのか。上に飛び乗ってほしいな。これはちょっとやばいわ。危な。ちょっとびっくりした今。あぶね。いやまだエモディスク俺はめてねえな。そういえばさっきのとこジル助けに行くついでにはめに行くか。あぶな。ドア好きじゃなかったら終わってたな。てかこの後コイランとあるしな。いやー回復も欲しいな。てかハンドガンも取るか。だからあと2発欲しいな。まあハンドガンでなんとかそれは調整するか。ちょっとショットガン取らずに行くわ。弾ジルの部屋のハンドガン使うわ。
何度も7発残ってたっけな。ジルが、ジルじゃなくてレベッカが積極的に打ってくれればいいんだけど、あいつ打たないからな。一応20発あれば安心なんだけど、ダメージが届かなかった時って罪なんですよね正直。あ、やっぱ取るわドア好きだから。ハンドガンでちまちまやるよりかはこっちの方が確実か。攻めようと思ったけど、ハンドガンの一発のダメージがしょぼすぎるから、複数回当てるんだったら取って2発当て切った方がいいわ。でも回復はちょっとなるべく拾わないでいこうごめんごめん、よくよく考えたら大したことないなと思って。ハンドガンの威力ってどこにいるんだろう。あー、クソだわ。あ、よかった、オッケー。水たまり見てるけどきついな。これ回復さすがにいるか。さすがにこれは回復拾おう。拾わないって言ったけど、ちょっとこれは一発食らったら死ぬわ。顔が辛そう辛そうな顔してて、さすがに草。敵マジで見えないからな、やばいよね。違うよな本当に。は？マジ？どこどこ、打って打って、あ、いった。ちょ、近場にいすぎでしょ。あ、やばい、これは。え、どこだ、どこどこどこ、あ、どこだよ。あ、よかった。なんやこの終わりは。突進もしてこなかったら分かんないやろ。はあ、これやば、多分おかしいわ。いや、世界じゃないだろこれが。進してくる音の素振りを聞かないと回避もできねえし、もうどうしてくれんねん。ちょっとトイレ行ってきますね。
Chris, you did a fine job.